しばらく体の調子が本調子じゃなくてですね、まあ、定期的な仕事っていうのはずっとあるもんですから、それに追われるって、普通は私は追われるってことないんですけども、まあ、きちきちと計画してやっていくんですが、体の調子が悪いと、その計画が少しずれましてですね、もう3ヶ月ぐらい次々と、まあ、こういうことありますよね、体にガタが来るってやつですが、どうも今度で一段落してほしいなという希望は持っているんですが、ちょっと余裕が出てですね、そうしますと、今まで我慢したことが、少し取れまして、今日はこれ3つ目の記事ということで、ちょっとやりすぎかなと思って、これでやめようかと思っておりますが、前の記事で、オランダに学ぶっていうのをやりました。今度イタリアに学ぶっていうの。今度、離婚と学問の自由。そしてって書いてたんですけど、イタリアっていう国は歴史も深い国なので、日本が学ぶことっていうのは随分あるんですね。まあ、もちろん、イタリアが日本人に学ぶことっていうのも随分あるんですが、それをちょっと書いてみますか。西ヨーロッパの国の中では、今ではですね、イギリスとかドイツの方が文明国のような感じがしますが、もちろん人間はあったかいところで生活したいですから、イタリアとか、それからまあギリシャとか、そういうところが、まあ、ギリシャ、ローマですね。そういうところが昔は繁栄して、2000年前ぐらいは繁栄したんですね。現在では暖房とか鉄道なんかが完備しましたから、北の方の国の方が栄えてるんですけども、まあ、鉄道なんか、発達しないで足でとことこ歩いていくときは、冬なんかもう死んでしまいますからね。そういうことなんですが。オランダを書いた次に、ちょっとイギリスも書きたくなってですね。で、2、3の話をちょっとしたいかなと思います。イタリアの特別なことは離婚率が低いことですね。離婚率というのはですね、普通離婚率っていうと普通の人は結婚した人を何組が離婚するかっていう感じなんですが、離婚率の公式なデータは1000人あたりその年に離婚した人の率を言うんで、かなり常識と違うんですよ。ですから、ちょっと自分も離婚率調べてみようかなと思ってネットで調べてもなかなかその目的とする離婚率出てきません。すごく低いなと思うでしょうけど、それは1000人あたりその年に離婚した年なんですね。このブログではちょっとわかりやすくですね、ここでは世俗的な意味での離婚率、つまり結婚した人のどのくらいが離婚するかという離婚率ですね。これはイギリスとかドイツとかオランダというのは大体離婚率が 50%。前のブログで記事でオランダをちょっと持ち上げましたけども、オランダはやっぱり離婚率が高いっていうことも伝わるんで、ちょっとだけですけどね、高い。まあ、大体結婚した2組のうち1組が離婚するわけですが、ヨーロッパはみんな離婚するねっていうとそうでもなくて、イタリアはですね、ほとんど離婚しません。で、まあ、これはもう数字で出さなくてもいいぐらい離婚しません。で、それはなぜかっていうとですね、まあ、一説にですね、もともとカソリックで離婚が認められてないので、実質的に離婚の状態の夫婦が多いという説もあります。もう一つはですね、相手を選ぶのは慎重だという、だから結婚したら離婚しないんだという二つありまして、いずれにしても法律的に離婚する数は極端に少ないというのは良いことのように思います、私は。で、イタリア人の男女の愛というのはロミオとジュリエットが有名ですけど、非常に激しいわけですね。だいたい結婚年齢32、3歳なんですが、それまで平均的に3人から5人ぐらいとやや深く付き合いまして、相手をよく理解してから求婚するというふうに言われています。これ男性側から言ってですね。で、これは私はですね、一回これをテレビで言ったことあるんですね。オランダは、イタリアは極端に離婚率が低いと。やっぱり皆さんは結婚が遅くなるのが良くないと言ってるけども、そうでもないんじゃないかと。やっぱり、よく付き合って結婚し、結婚した後離婚しないっていうのはいいことなんじゃないかと、まあ、いう話をしたことあります。もちろんこれ、知ったかぶりっていうか、まあ、知ったかぶり言ったら失礼ですけど、人が言うとちょっとケチつけたくなるっていうのが現在の世の中なので、私がすぐに言うとすぐ、それはカソリックの国だからって、いや、それはそうなんですけど、カソリックの国で離婚がしにくいことは非常にしにくいんですが、それでもですね、結婚するときに結婚したら離婚がしにくいよと思って結婚するってこと自体も大切なんですよね。だからそれは含めていいんじゃないかって僕は言ってるっていうことがちょっと一部の人に伝わらなかった意味もあります。もう一つはですね、2011年のイタリアで大きな地震があったときにですね、地震予知に失敗した地震学者が裁判で有罪になりました。
このことについて野蛮国日本と書いたんですが、まあちょっと言い方ひどいですけど、日本はちょっと考えが足りなくて学問の自由に反するなどと検討外れの意見を言っている東大の先生がいたんですけども、まあそれでですね、こういうふうな野蛮なので、今でも地震学者が勝手にですね、平気で間違った地震予知をするわけですね。まあ、温暖化なんかもそうなんですが、まあ、せめてですね、南極北極の氷がない地球は、南極北極に氷がある時っていうのは非常に珍しいんだというぐらいですね。これは地質学の知識であって、別に予想でも何でもないわけですから、まあ、そのくらいは東大の先生も知ってなきゃいけない。まあ、この頃東大の先生もね、よく勉強してないし、なんか選択科目かなんかで、もうそんな地学は勉強してませんなんて東大の先生もいるぐらいですから、もうしょうがないんですけどね。まあ、それはそうとして、ところでこのフランスの地震学者の有罪判決は非常に重要なんですね。学問の自由っていうのは内的精神的自由なので、社会に直接影響のある形で言った時はダメなんですよ。つまり国家の委員なんかが権限を持った立場で発言すれば、それは学者としての発言ではなくて専門家の発言、つまり社会との契約に基づく発言になるわけです。例えば自分が東大の先生でこう言えば研究費が来るだろうってやつは、もちろん賄賂に相当するんですね。もちろん当たり前ですけど、これは医学者は安楽死を研究してもいいけども、医者が患者に安楽死を施すには社会の合意がいるというふうに同じことで、その日本ではこれ区別つかないんですよ。私は学校でも、学生に教えるときには自分の意見は言いません。だって自分の意見言ったら学問とは自由ですからね、何でも言えるんですよ。だけど学生が知りたいのはそうじゃなくて学問的に正しいことですから、学問的に正しいと分かったことを言います。それからもちろんテレビでも私そうですね、私はテレビのニュース解説もやってるんですが、そのテレビ局によく言ってあるんですね、私は自分の考えは言いませんって言ってるんですよ。私が言うのは学問的に確立したものを言います。例えば地球温暖化ですとね、今はマスコミが学者の意見だけを、勝手な学問の自由に基づく意見だけを言ってるんですよ。そうじゃないんですよって言ってる。私がこれから寒冷化するっていうのが普通の学問なんですから、それは別にしょうがないですね。だって500年周期で寒冷化と温暖化が来て、今ちょうど500年目ですからね、大体今から寒冷化するのが普通のことなんですよ。別にこれ間違いじゃないんですね。それに違う意見もありますというのはそうですね。それから南極の氷、北極の氷が減ったっつっても、地球はもともと南極と北極に氷がない星なんですと。だけど極端に寒くなると南極は北極に氷ができるんですと。これも学問的事実ですから、これ誰も否定しませんよ。だから学者というのはそういうことを言うべきだ。だけど私の場合は今日本社会が学問的なことを言う人が少なくなったので、私が学問的なことを言うとそれが私の意見に聞こえるっていう、そういう変なわけですね。まあそういうことで、まあ、イタリアはですね、やっぱり古い歴史があり、まあ、大学もイタリアが一番先ですね。13世紀ぐらいにイタリアに大学ができております。世界の大学の発祥地でもありまして、まあ、そういう意味では非常に尊重するべき文化を持っております。まあ、そういった国が、まあ、宗教上とはいえ、まあ、離婚率が非常に低い、まあ、極端に低いんですよ。もうヨーロ西ヨーロッパが大体半分、日本は3組のうち1組が離婚しますが、イタリアはもうほとんどゼロに近いわけですね。で、最近日本では離婚することがいいことのように言うこともありますが、やっぱり結婚は幸せな方がいいんですよと私は思いますね。で、そういう時にイタリアは離婚率がないんだということに対してこう言いますと、それはイタリアはカソリックだからだという自分の意見に基づいてイタリアの状態を解釈しようとしますが、それはどうですかね。宗教というのがある程度いいのは、まあ、イタリアもそうですし、それからイスラムの国も離婚率は少ないんですね。ですからこういう点を我々は学んでですね、なぜそうなのかということも考えてみなければいけないというふうに思います。イタリアは古くローマの土地柄であり、精神科医、これは主にキリスト教なんですが、それの法律制度、ローマ法などで、日本より経験もレベルも高い。イタリアといえばデザイン、素晴らしいですね。イタリア料理、若干だらしない金銭感覚、すぐ女性のお尻を追う男性というイメージだけども、
まあ、そういった近代的なイメージ以外にもいろんなイメージがあるんじゃないかと思うんですね。まあ、残念ながら日本もイタリアに負けない2000年の伝統と文化を持った国でしたが、まあ、日本の場合には明治維新と大東亜戦争の敗戦ですっかり魂を抜かれてしまいました。まあ、最近で言えば安倍首相の靖国参拝、これについて、なんか、反撃する人がいますが、本当にこう日本人が魂を忘れてしまったということをよく表してますね。まあ、靖国神社という神社という名前をつけるのがどうかという問題ありますよ。ただ、国のために、戦って命を落とした人をですね、弔うというか、それはですね、もう当たり前のことで、それをですね、韓国と中国が反撃するからそれをやめにするなんて、そんなですね、魂のない国家だったら本当にバカにされますよ。私たちはそうですと。だからまあ宗教の自由っていうのもここでもう一回考えた方がいいんですね。私もちょっと迷ってるところがあるんですが、本当に神道っていうのは宗教なのか、いわゆるヨーロッパの言う宗教の自由ってのは日本にはないんですよ。そういう言葉が、日本は宗教自由いらないんです。宗教全部オールオーケーですからね、日本は。まあ、仏教、神道と仏教は一緒なんですよ。お寺さんの中に、鳥居があるなんていくらでもあるんですよね。我々の日常的にもそうじゃないですか。クリスマスを楽しんだと思ったら、一週間経ったら、お正月で、なんか神道で神様にお祈りして、しばらく経ったらお寺さんに行くじゃないですか。これは日本流なんですよ。日本は宗教を飲み込んじゃうんですね。宗教の自由が正しいかどうかわからないんですよ。だってですね、マルコ・ポーロが、元のフビライのところに行ったときですね、元のフビライがマルコ・ポーロにこう聞いたというふうに言われてますね。私がもし、モンゴルの小さい地域の王様だったらこんな苦労はしないんだけど、まずいことに世界中を支配してしまったと。そうすると私の支配地域には、キリストもいるし、お釈迦さんもいるし、孔子様もいるし、マホメットもいるし、いろいろいると。そうすると私が死んだらどの神様に会うんだろうかとマホメットに聞いたと。まあ、この話はできすぎですけど、本当かどうかわかりませんけどね。本当にそうなんですよ。宗教の自由っていうならですね、なんで神様が複数いるのと。別に一つの宗教じゃなくて三つでも四つでもいいじゃないかと。日本は実際そうしてきましたよというぐらいの反撃は、やっぱり日本人からヨーロッパにしないとね、あなたたちちょっと心が狭いんじゃないのと。な、キリストが神様で、お釈迦さんが神様で、マホメットが神様なんてことありえないじゃないですかと。誰か一人なんでしょうと。そしたらその一人早く決めてから言ってきてくださいよ、ぐらいはね、日本流で言ってもいいかもしれませんね。っていうのは、このブログの目指すところは、反目より融和なんですよ。嫌いより好きがいいんじゃないかと。このためには、事実をよく知ること、広く知見を持つことじゃないかと思うんですね。まあ、このイタリアとか先に出したオランダの話は広く知見を持つという。これは私もね、すごく反省事項があるんですが、自分の意見がしっかりしているように思ってもですね、ちょっと違う国のことを聞いたことで、あ、そういうこともあるのかなと思ったりもするんですよ。ですから、まあ、事実をよく知るというのは大切で、最近のようにまあ温暖化が本当その典型的なんですけどね、侵略戦争もそうですが、嘘を言うんですよ。それで人を対立させる。これ一番良くないですね。嘘を言って人を対立させる。だからまず嘘を言わないこと。まあ、第二には、まあ、日本のだけじゃなくていろんな社会のことを知って、ヨーロッパの人たちにも教えなきゃいけないですね。ヨーロッパの人たちってね、キリスト教ならキリスト教、イスラム教ならイスラム教ってこう固く思ってるんですよ。だからその人たちにね、そんな固く思わなくていいですよ。キリスト教の教会の中にイスラム教の寺院作ったらどうですかと。日本はそうしてるんですからと。こうしたらだいぶ対立もなくなるかもしれませんね。